チータン語は、香港及びマカオでよく食べられている、鶏卵を用いた球状のワッフル菓子である。発酵させた卵の生地を、半球状の2枚のプレートに挟んで火を通して作る。普通は、プレーンのものを熱い状態で食べるが、いちごやココナッツ、チョコレートなど果物その他のフレーバーがついたものもある。元々の関東語では、ケータンこと、漢字表記する。英語では、エッグワッフル。 エッグパフ、バブルワッフル、エゲット、パンケーキボールズ、パンケーキワッフル、エッグレット、パッフルなどと呼ぶ。アメリカ合衆国、特にニューヨークのチャイナタウンでは、香港ケーキと呼ばれることもある。一枚のチータンゴには30から35ほどの小さな丸いボールがついている。ベビーカステラに似た形をしているが、一つ一つのボールが分かれておらず、つながっている。チータンゴは、 香港の屋台でも最も人気があるおやつで、香港の人気屋台料理100選で第1位に選ばれたこともある。1950年代に香港の街のキオスクで炭火で焼いて売るお菓子として登場して以降、屋台のおやつとしてずっと人気を保っている。チータン語は文字通りには小さな鶏の卵を刺す言葉である。チータン語は香港の老若男女が よく記憶に留めているおやつであるにもかかわらず、期限はよくわかっていない。CNN の取材によると、以下のような説があるという。ある話によると、かつて卵は贅沢品であったため、戦後の起業家が卵なしの生地の埋め合わせをするため卵の形をした型を作り上げたのだという。他の話によると、屋台で働く、業商人が割れた卵を安く買って生地にしたため、 このケーキが今ではよく知られている金色の姿になったのだという。チータン語の型にする鉄の特製スキレットはヨーロッパで伝統的に使われている格子状のワッフル型の香港版であると言っても差し支えはないだろう。今日ではこの関連する2種類のおやつはよく同じ屋台で売られている。卵を使った生地を炭火で熱した特製ワッフル焼き器に注ぐところ。 チータンゴは甘く、卵をたっぷり使った生地を小さな丸い仕切りに分かれた特別な調理用鉄板で熱して作る。この鉄板はデンマークのお菓子であるエーブルスキーバーを作るものに似ているが、もっとたくさんの小さい丸い仕切りがある。日本のたこ焼き器にも似ている。この鉄板は炭火にかけて熱くするが、現在では電熱器を用いる方が普通である。 生地をこの特製調理器に注ぎ込んで熱し、小さな卵型のチータンゴができる。カリッとしたチータンゴを作るには、生地を熱した鉄板に注ぎ込んだ後、素早く鉄板をひっくり返すのがコツである。こうすることによって、外側はカリカリしていて、内側はケーキのような食感のチータンゴを作ることができる。生地のほとんどは、 イースト以外の膨張剤を用いるクイックブレッド生地であるが、イーストで膨らませたり、発酵バターを用いるものもある。チータンゴを食べる時間には特に決まりはなく、地元の習慣による。今日、チータンゴには様々なアレンジが加えられている。卵の風味のみの伝統的なプレーンワッフルのほか、チョコレート、緑茶、ジンジャー、いちご、ココナッツ、紫芋、 ライチなど様々なフレーバーのものも売られている。チータン語はアイスクリームなど他のデザートと組み合わせて供されることもある。アメリカ合衆国や台湾など香港以外でも売られるようになっている。ありがとうございます。